蒸しナスのごま酢味噌ダレを作っていきます。タレにはニンニクを効かせてあるので食欲の落ちる時期も美味しく食べられます。色止めの仕方も必見ですよ。ナス2本はヘタを取り横半分に切り、さらに縦半分に切り、もう一度縦半分に切り、8等分にしていきます。皮にオイルをまぶしておくことでナスの色止めになります。耐熱皿に並べラップをして600ワットの電子レンジで4分加熱します。加熱が終わったらすぐに取り出しラップを外して冷ましておきます。綺麗な紫色に仕上がりました。タレを作っていきます。すりごま大さじ2、砂糖大さじ1、味噌大さじ2、酢大さじ1、ごま油大さじ1、にんにくのすりおろし1かけ分です。すべての材料を混ぜたらタレの完成です。オイルをまぶして蒸しているのでとろりとした柔らかい食感が楽しめます。タレをかけて完成です。にんにくの代わりに生姜のすりおろし、ネギのみじん切り、からし、豆板醤、コチュジャンなどお好みの材料でアレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございました。